ミグマタイトの研磨標本ストロマティックミグマタイト及びネタテクサイトブーダンレックにリューコゾームが形成されているミグマタイトネブュライト及びダイアテクサイトミグマタイトは変性癌と新生癌が混在して見える岩石の総称である。一般に不鉄質な部分が暗色部に対応し、軽状質な部分が名色部に対応する。一般に変性癌は、 誘拐部を含む岩石には使用しないので、ミグマタイトは変成岩である変魔岩と火成岩である、花崗岩の中間に位置づけられる岩石といえる。語源はギリシア語で、混合物を意味するミグマに由来しており、ヤコブ・ゼーデルホルムが1907年に命名した。ミグマタイトの成因には、変成作用による岩石の部分誘拐、マグマの変成岩への貫入、浸透、抗体作用、 変成文化作用などのうち一つあるいは複数が関与しており、その成因の解明には、それぞれの産出域での慎重な岩石学的解析が必要である。ミグマタイトを構成する加工岩質の部分と変成岩質の部分を分類し、それぞれの部分に種々の名称が付けられている。例えば、加工岩質で無色鉱物が濃集している部分を、リューコゾームという。 変成岩質の部分は、研究者によりパレオゾームあるいはメソゾームと言われるが、リューコゾームとの境界に有色鉱物が濃集していることがあり、この部分を特に区分し、メラノゾームという。また、リューコゾームとメラノゾームは、後で新しく形成された部分と解釈し、両者をまとめて、ネオゾームと呼ぶこともある。加工岩質の部分と変成岩質の部分の分布は、 ご想像になっているものが集局して見られたり、流行ゾームがウーダンネックに納集していたり、様々な場合がある。このような両者の分布パターンによっても、種々の名称が付けられている。例えば、想像に見えるものを、ストロマティックミグマタイトあるいは想像ミグマタイト、全意的に混在し境界不明瞭な状態になっているものを、ネビュライトなどという、性因を考慮した上で付けられた。 分類名もある。例えば、変成岩の部分誘拐が進行し、相乗の組織や構造が乱され、不連続になっているものをダイアテクサイトと呼び、元の相乗構造が残存している状態のものをメタテクサイトと呼ぶ。ミグマタイトは、大陸性近くを構成する主要な岩石の一つで、あり、高温型変成体の核線岩層高を部グラニュライト小の変成岩分布域によく見られる。 日本では、ミグマタイトは、中央構造線北側の両家編成帯や、北海道日高山脈の日高編成帯などに見られる。ミグマタイトに関する用語が定義されている主要な文献。ありがとうございます。